こんにちは。2017年12月20日です。札幌大通公園、冬のイルミネーションを見にやってまいりました。冬至が近づいてまいりまして、日が暮れるのが早くなってまいりました。イルミネーションの点灯は4時半からということなんですが、すでにこの時間日が落ちて周りは暗くなってきております。気温も急激に下がってまいりました。6月の20日頃が夏至で一番日が長いんですが、その頃は朝の4時から夕方の7時半まで明るい状態が保たれています。今から比べますと、もう全然日の長さが違うなということを実感しております。本日はご視聴いただきましてありがとうございます。これから最後までどうぞご覧ください。失礼いたします。